災害に対し十分な準備を講ずることができるよう、防災意識の高揚と知識の向上を図ることを目的としております。本日の防災訓練は、東海、東南海、南海地震が連動的に発生し、熊野地方に甚大な被害を受けたことを想定して、由岐町の皆さんをはじめ、海岸部の保護町、右島里町、右島町、新鹿町、磯崎町、大泊町の皆さん、市内の各保育所の皆さんが参加されることになっております。ただいまより救出搬送訓練を開始します。東海家屋救出訓練は、地震により住宅が倒壊し住民が閉じ込められていることを想定した救出訓練です。この家の裏に建物が倒壊しましたので、そこに消防車が出た模様です。お願いします。向こうの大沢さんとこの付属米が倒壊しまして、傷病者が出ておりますので、タンカーで参りたいと思いますので、よろしくお願いします。津波警報解除により、由岐小学校に避難された方々による訓練を実施しますので、由岐小学校に移動をお願いします。5月には自主防災会、地元消防団等による避難生活準備構想全体会議を発足させ、由岐小学校での避難所生活を想定し、屋上貯水タンクへの導水テスト、緊急浄水器取扱訓練、防災資機材点検などを実施しております。被害が発生したため、9時45分に由岐小学校に現地災害対策本部による災害状況等の確認を、各訓練会場及び災害対策本部、消防本部との情報伝達訓練を行います。この応急対策のため、消防無線、警察無線によりそれぞれの本部と交信を行っております。消防署では、災害現場と災害対策本部間で無線が届かないときは、持ち運びの可能な中継局を。痙攣している状態の方に対して、心臓に、電気ショックを与える器具です、この機械は、かなり有効なものです、3分以内であれば、90% いいですか。はい、反応ないです。はい、はい、
あ、すいません。あの、あなた、119番で救急車、お願いします。AED を持ってきてください。なくても持ってきてください。お願いします。本当に真剣なこの防災訓練に挑んでいただき誠にありがとうございます。
今いつ来るかわからないと言われているこの災害、本当に全員が力を合わせて立ち向かっていく、備えていくということを今日経験させていただきありがたく思っております。本当にあす来るかわからない、いつ来るかわからない、夜かもしれない、明るい時かもしれない、学校がある時かもしれない、いろんな場合が考えられます。その時にいろんな方法を最初から備えておく、そういうことで一人一人の命を守っていくということを本当に今日実感させていただきました。備えあれば憂いが少なくなります。この町から、この市から一人も被害者を出さない、死亡者を出さないというつもりで、本当に皆さんの気持ちと一つになって挑んでいくという、今日は決意を新たにする日でもあったかと思います。この3月11日の大震災を受けて、この防災訓練は今までにない気合の入ったものとなっております。女性の方も本当にご苦労様です。この頼りある男性の方々の取り組みと、また別に女性も力を合わせていかなくてはいけません。そのためには地域で普段からコミュニケーションを取り、仲良くし、どう備えていくかを話し合い、また明日に挑んでいきたいと思います。私も一緒に考えていきたいと思います。この地域が力を合わず一緒に生き抜いていくという覚悟で一緒に挑んでいきましょう。本日は大変お疲れ様でした。ありがとうございます。大勢の方にご参加いただきまして誠にありがとうございました。災害から身を守るため本日の訓練がいつでも実践できるよう心がけていただければと思います。お疲れ様でした。